はい、というわけで9月の1日です。深堀 TV 始まりました。司会の城です。よろしくお願いいたします。今夜はですね、ゲストに青木治さんをお迎えしまして、青木さんの著書、安倍三代、こちらをですね、テキストに、安倍晋三氏のルーツを、手繰りながら、安倍晋三とは一体何者だったのか、そして安倍政治について深掘りしていこうと思っています。もちろん、近づいております国葬問題なども話していきますので、皆さん最後までご覧いただくには会員登録必要になりますので、ぜひとも会員登録していただきまして、最後までトークの方お付き合いください。よろしくお願いいたします。9月の27日ですから、もう約3週間後に迫ってまいりました安倍元総理の国葬でございます。今世論調査はですね、賛成反対がこう随分こう逆転したといいますか、反対の声が大きくなっているんですが、今日ご覧の皆さんは安倍元総理の国葬を賛成か反対か、こちらのアンケートを取らせていただこうと思います。これすごいね、この質問自体が僕は面白いと思うのは、今回岸田さんがやろうとしているのは国葬儀っていう謎の儀式なんですけど、確かに賛成するも何も何だか分かんないんじゃない。まあ確かにね、何だか分かんないじゃないですか、国葬とも一応違う呼び方にしてて、なんだかわかんないもので賛成するってできるのかな。法的な規定がないんで。ないですからね。昔戦前はあったけどね。だから国葬とは呼ぶのは良くないってことだったんだと思う、ね。当日は朝から酒盛りという方もいらっしゃいますけど。さあ、結果見てみましょう。賛成反対、どちらとも言えないの3択です。賛成する人いないでしょ。まあね、この番組見てている人はいないと思いますけどね。とりわけね、偏ってるんですよ。多分ね、9割反対だと。わあ、9割いましたね。これを確認したかったという感じで、まあ、賛成の人もね、ひねくれてるかもしれないですからね。あ、もしかしたらね、なんか一周回ってみたいな。一周回って賛成する。日本の崩壊を加速させる。加速的にね。だってG7 もトルドーしか来ないでしょ。そう。G7 っていうか、当然ね、もうこんだけカルトのことが報道されてたらさ。国葬当日はお赤飯という方もいらっしゃいますけど、まあちなみに、いろんなメディア の、その世論調査では16番の皆さん出していただければ分かると思いますけども、反対の方が上回ってきておりますね。読売だけではないと、私が賛成がちょっと上回ってるんだね。読売がそうですね、8月5日から7日でやったやつで、賛成 49% で反対が 46% ということですから、読売だけが上回ってるということで、各社は産経もだってね、そうなんですよね、産経新聞ですら反対がという産経は今日の社説でね、万難、いろいろ万全の期して国葬をやるべきだっていう主張っていうコーナーで言ってましたけどね。でもそれ言わないと産経新聞のね、ブランドなくなっちゃうからね。そうですね。読者は喜ばないですからね。最初に待望論って出したのが産経なんですよね。そうなんですよね。さあ、青木さん、安倍元総理が撃たれ亡くなったのが7月の8日。そろそろね、2ヶ月が経とうとしているわけですけども、当初は衝撃の大きさから、いろんな、ね、声が出ていたんですけど、時間が経つにつれてその統一教会という背景が出てくる中で、国葬も、今の世論調査のアンケートを見ていただいてもですね、読売を除いては反対が多くなってきているということなんですが、この2ヶ月ぐらいの動き、青木さんはどんなふうに眺めてらっしゃいました。僕いつも言うんだけど、政治記者じゃないん で政治記者でなりたいと思ったことも一回もないから、政治家の気持ちなんか知りたくもないんだけど、でも、わかんない。僕ですら思うけど、岸田文雄氏は今、早まったなと思ってるんじゃないの。いや、間違いないね。ですよね。国葬なんて言わなきゃよかったな。いや、でも、明白な目的はありますよね。それは、安倍派の中から、安倍の弔いということで、いわゆる自分の権力を脅かすような勢力が立ち上がってくることだと恐れたんだと思うんですよね。だから、我こそが安倍に寄り添うものなりって、最初に名乗りを上げることによって、そういう勢力をくじくっていう目的、それ以外考えられないけどね、完全にエゴセントリックだよね、岸田文雄は。そうですね。だけど、本当その目論みだったとは思うんですけども、これだけ、それこそ清和会が統一教会とのべったりっていうことが、こんだけ出てくるっていうことを予見してたらね、もうちょい待ってればよかったなって思ってるんでしょうね。ですよね。国葬を決定したのは7月の14日ですから、安倍さんが撃たれて、もう1週間後には、国葬を決定していたわけですから、まさかこんなことになるのかというところで、小さい派閥っていうことになるので、どうしても清和会にこう気を使って、そこの人たちの心をつかむということもしなければいけなかったということだと思いますが、しかし、その予算とかも、もう発表にはなっておりま
して、まあ、この予算というのもね。2億5千万確保。そうですね。ね、あとは、あとで、やった後に知らせます、ね。知らせますという。すごいですよね。これもすごいよ、ね。俺だってもう。それ予算というのかっていう。みんなのお金でパーティーやりますって言ってね。いくらかかったか終わってからお知らせしますって。そんなのあるかっていうね。うん、これもすごいなと思いますけど。まぁ、あ、ちょっとそれの予算関係のやつも出ますかね。資料の方。これが14番になりますかね。9月の27日に日報武道館で行われますが、現在のところは2億4900万ということになりますが、まあ、ここから先、まあ、警備、警護、それから外国要人の接遇がまた別途ということになります。まあ、ちょっとね、はい、意外なことに外国要人がそんな来ない場合、うん、お金がかからずに済むっていうことにもなるかもしれないですね。確かに、ね、うん、まあでももう使うつもりでいるでしょうから、何らかの形で使っちゃうような気がしなくもないんですけど。まあでも、その外国人来るの来ないに関わらず、やっぱり要人警護っていうことでね、大量動員されるわけですよ。それはなぜかっていうと、後で何か言われた時に、もう一度開きが立たないのは困るっていうことでね。だから実はこの、まあ、2億4900万なんて、まあ国家予算から見たら本当は橋田金だけども、警備関係の人的な予算がものすごいよね。まあこの、それと、これと一桁違うというふうに考えていいでしょうね。なるほど。まあ、企画になるかどうかは分かりませんが、昭和天皇は亡くなっても大喪の礼とか、うん、それから平成天皇の即位の礼とか、うん、まあ、大体警備費で20億ぐらいはかかってますから、うん、まあ、宮田さんがおっしゃる通り、まあ、この10倍ぐらいは、うん、まあ、特に今回は銃撃されて亡くなったということで、うん、まあ、それは警備は手厚くやるということにはなりそうですけど、うん、結構単純にその経緯からして外国要人を呼ぶからうんぬんっていうけど、うん、そんな外国要人とか呼べるような警備のクオリティじゃなかったっていう話なんじゃないのっていう意味では、まあ、呼んじゃっていいのみたいな。それ言える、うん、日本に来るの怖いから来ないんだよ、皆さん実はさ。だってあんな、あの後ろガラ空きみたいなね、要人警護の意の基礎の木ができてないような国にね、行くの怖くないですかっていう。そう。だって第二次安倍政権のね、始まった頃さ、首相官邸の屋上に大型ドローンが着陸してたんだよね。で、警備が発見したんじゃなくて、一般職員がたまたま発見したっていうおもろい状態だったけど。まあ取材してて、まあ、その安倍晋三の例えば、まあ、恩師だったりとか、同級生だったりの、まあ、証言がいろいろ出てくるんですけど、まあ、青木さんも書いてて、まあ、ほとんどの人がみんな同じようなつまらない、まあ、目立たない人だったっていうの感想しか出てこないわけです。うん、ちょっと、まあ、安倍晋三氏のことを、まあ、僕ら同時代なので、はい、若干擁護しておけば、うん、それはその先の大戦とか、はい、っていうもののこう社会や政治がよからしかで激動している時代に生きた人たちと戦後の、まあ、ある種こう平和なのかどうなのか別としてもね、時代に生きた人たちと物語のあるいはエピソードの違いっていうのはあるっていうのは、それは別に晋三氏もそういう時代に生きた人間としてね、比べたらかわいそうだなっていうところもあるんだけど、でもね、こう、これは本当に言っとくけど、その小学校から大学まで成蹊学園で過ごして、で別に成蹊学園って悪いあれじゃないんだよ、はい、もちろん名科っていうかいいところの子ちゃんが集まってる大学では、はい、あの学園ではあるんだけど、でも小中高大、だから彼が就職した政略、まあ5年入社だよね、した神戸製鋼所のその同僚上司、多分本当100人近く取材したけど、安倍晋三氏に関してその語るべきエピソードは皆無だから、でか、まあそれはいいんだけど、彼の口からその後のこう右派的な政治信条につながるようなエピソードとかどころか、彼と政治的な話をしたっていう人が、うん、もしかしたら僕の取材漏らしの中にいたのかもしれないけど、でも少なくとも数十人取材した中で一人もいない、一、うん、人もいない、うん、これって逆に恐るべきこと。確かに。だから大学の彼の行ったゼミっていうのは佐藤渉さんっていう、まあもう亡くなりになってるんだけど、はい、その地方自治の専門家で、それは本に書きましたけど、そのメディアで地方自治に関するようなことがあると佐藤さんに聞くっていう、もう常連のコメンテーターみたいな人なんだけれども、彼のゼミに属してたんだけど、そのスキーの合宿とかには安倍さんよく来てたらしいんだけど、晋三さんはね。だけどゼミで
彼が何かを発言した記憶がない、うん、で卒業論文何書いたんですかって言ったら、そのもちろんてあの退官されてるのでその残してないんだけど、でも辞めるときにこう記憶に残あのこれは大切だと思う卒業論文だけは手元に残して、うん、あとは申し訳ないけど廃棄した、はい、で安倍さんが総理になるって聞いてちょっと探してみたんだけど、うん、ないとでその安倍さんが何を卒業論文として書いたのかもう記憶にない、うん、でもね悪じゃないんですよ、うんうん、みんな言うのがいい人、うん、それからなんていうのかな、こう彼のことを悪く言う人いない、うん、で成績も飛び抜けてない、うん、でも悪くもない、うん、まあだから平平凡凡な邪魔だよね、だから何なんだろうね、何なんでしょうね、なって人そのことがね、うん、あの今につながるあるあの新しい日本の空っぽさをね象徴しているとは思いませんかってことなんですね。なるほどね、はい、安倍晋三氏がね、あの完全なそのノンポリシー、ノンポリ系の人から右の方に舵を切るっていうのは、まあ、政治家になってからのことでね。そうですね。で、まあそれはまあ僕の言う鍋パーティー問題そのもので、うん、孤独な安倍晋三氏、劣等感に苛まれている安倍晋三氏にある種あの鍋パーティーに呼んで座布団を与えた、まあ旧っていうかね、後に日本会議になるようなあの政治勢力っていうのがやっぱりあって。でその中で彼はあのちょうど定年退職したおっさんが居場所がなくてね、 YouTube を見て、まあ、うよぶたになるのとよく似たような、ね、形式が見て取れるでしょ。なるほど、ね、あの定年退職うよぶた、まあ、ネトウヨ系になるお父さんって、うん、あの在職中ネトウヨ的な言説ってほとんどしてないんだよね。僕がその、まあ、7、8人が子供たち学生たちから相談を受けているんだけど、突然ネトウヨになるんですよね。で本棚の本を1段目を取り除くとネトウヨ系の百田とかの本がバーッと出てくるとかっていうね、うん、そういう状況だから、そのなんて言うんだろう、その日本的なその時空間ではもともとね、これは古くからの問題だけれど、イデオロギーや価値ってあるのかってことですよね、うんうん、たまたま鍋パーティー食わせてくれたやつ の語ってることを自分も語るようになるだけ。だからその意味で言うと、安倍晋三の内側から発する価値観というのは僕もう、まあ、全く感じないんだよね、うん、でしかし ある種あの社交の知恵としての、あるいはその社交の知恵を前提として生き残るために、これを言った方が都合がいいだろうっていう、ある種のエゴセントリックな合理性の枠の中で振る舞うことによって、うん、右派政治家であるかのように仕立て上げられていくっていうね。でこれ安倍晋三だけじゃなくて、で僕安倍晋三氏は日本人の自家像で、どこを切っても金太郎ラーメンの安倍晋三の顔だと思いますけれども、あの僕の同業物書きをしているような連中もね、 もちろんさ、あの見かけ上は、左翼リベラルだ、風光主義者だ、フェミニストだとかってやってるけど、あの僕に言わせると、いや信用できるやつはほとんどおらず、たまたまポジション取りのためにそうした方が都合が良かったっていうエゴセントリックな理由でそうなっているだけっていうのが、日本のまあ価値や思想をめぐるね、本質的な状況で、だからそれをまあ一丸由紀夫は空っぽって言ってたわけなんだけれど、本当にあの空っぽなんですよ、どこもかしこもね。だからそういうあのその空っぽさの今日的な形態、孤独なお父ちゃんが、孤独な大学生が鍋パーティー食わせてやつの色に染まるっていうね、その今日的な形態、今日的っていうのは特に1970年代ですね、80年代以降のね、形態を、まあ、本当によく表しているなって気がしますね。なるほど。でも、どうなんですかね、うん、その確かに宮田さんのおっしゃる通りだなと思いながら、うん、ただ安倍晋三氏っていう人のある種の特殊性ってね、うん、やっぱり岸信介の孫として生まれた、うん、これはね取材してみて思ったんだけれど、この安倍寛さんっていうのは1945年か6年に本当に若くして50数歳で亡くなってるわけですよ、うんうんうん、でもし安倍寛っていう人がもうちょっと残ってて、安倍晋三と本当に直接触れ合っていれば、うんうん、もしかすると日本の今の現代人って違ったのかなと思うんだけれども、で安倍晋太郎っていう人はその田舎、山口県でも下関なんかは大都会のところにとちょっと違って、あそこ本当下関っていうのは林義政っていう、まあもともと林家の本山なわけですよ、はい、うん、そうですね、はい、そうすると安倍家っていうのはもともと新参者っていうか田舎者なわけですよ、下関においては、うん、
だからこう選挙でものすごい苦労してたので、安倍晋太郎はもうずっと向こうにいるわけ、そうするともう東京に、だから安倍晋三って人は東京生まれ東京育ち、さっき言った小学校から大学まで政権政権を、その晋三氏をものすごい可愛がったのは岸信介だったんだよね。だから彼が総理だった時代とかその後もそうだったらしいけれども、夏にあの箱根の別荘なんかに行ったりとかすると、あるいは御殿場の別荘なんかに行ったりとかすると、もうとにかくもう安倍晋三を呼んで可愛がったらしいっていうのがエピソードここにも書いてあります。そうそう、だからどうなんでしょうかね、その確かに空っぽなんだけれど、やっぱりどこかで彼の中にはやっぱりそのなんかこう遺伝子っていうかはあったことはあったんだろうなっていう気はするんですけど、